10分前に開きました。フェリーが見えます。船上閣、極楽寺山、能ヶ高原、桟橋、ロープウェイ獅子岩駅、大穴佐美島、江ノ島、江田島九万岳、西の海島、倉橋島、竹浦山、うっすらと柱島、大竹の多田島、岩船岳、岩船岳、駒ヶ林、京小屋山、高見山、広島の三角州の方、白く霞んでます。十時です。降りましょう。関門岩、水があるかな。岩屋です。水かけ地蔵様、今日は行ってみます。すぐです。4日から入りました。落ちないように注意。海が見えます。のとろ山、あただ島、ここの桜はつぼみ多いです。京小屋山、水場、仁王門。さあどっちに行こうかな。大松院ルート、白糸川、岩はすごいです。ここは土砂崩れの跡。11丁、西の河原、10時44分休憩所、ここは展望あります。大鳥居は工事中、厳島神社、千畳閣、わせび、降りてきました。白糸の滝です。
白糸の滝、大松陰です。水がきれいです。鐘楼、桜の季節ですね。鹿が多いです。五重の塔、桜色の季節、桜が多いとこへ。一面桜色です。花宝塔、大きな切り株、大願寺、松の数が減りました。厳島神社、水が引いてます。千畳閣、五重の塔、先ほどの多宝塔、今日は2000登りました。大鳥居は工事中、11時33分、3時間ちょっとで戻りました。11時42分出港、宮島の二千と駒ヶ林、間田が大松陰ルート。今日は紅葉谷から登りました。展望台入れてよかったです。 Oh, my God.
54分、宮島口駅。